はい。スマートフォンで画面のスプリンキャプチャーをする方法をご紹介します。スプリンキャプチャーイコール、つまりこの状態の画面をコピーする方法ですね。まずデスクトップをスプリンキャプチャーしてみたいと思います。いつもやっているのはここにあるホームボタンと、あとこちらの方にある電源ボタンを同時押しすることです。ちょっと試しにやってみます。ちょっとコツがいりますんで同時に押してください。ちょっと押すとこういう形になります。スプリンショット保存中となってます。このフォトギャラリーの方に保存されています。こちらの今のスクリーンショット、ここの部分ですね、これが今保存されたスクリーンショットになります。